さん、どうもどうもよろしく、わらしるおん TK です。ではね、今回もインちゃんとアオンやっていきましょうですね。今回はアイス戦になるんかな。アイス戦クイーンオブアイス戦ね。いやー、セオあーぽいなぽいな。前回ね、トーヤにめっちゃ苦戦させられて反撃がちょっとね、無駄かったんですけど、なんとか倒して、で、次ですね。あー、ここにこれがあったー。裏でね、ちょっと見たんですよ。VP 切れ取ってさ、この先に進むと後戻りができません。ちょっと待てい、それ来るなんか一桁元それはないよな、さすがに。ゴーレム先生、いらねー。今にだってそれはいいわ。メンサークは、あー、やっぱりメカーでは購入しとこね。オッケー、使えるだけ買っとこ。ほんま、さっきさちょっと、まあ、ちょっとさっきというよりもね、前回ね、さっきって言うてもね、ちょっと止め取りしとるんでね、ちょっとね、アイテムがすっごい消費したんでね、今回はそれ以上に消費するんちゃうかなって思ってしまうからね、どうなるかわからんけども、やっていこう。アイス、あ、おったわ、ここに。さて、待っていたわよ、坊やたち。こんな姿やったっけ、クイーンオブアイスって。なんかちょっと忘れとるな。トーヤを返せ。あなたもこの男のように死んでしまうわよ。何？あ、初は？あれ？イケメンがやられてるじゃん！イケメンがやられてるじゃん！おい。死んだよ、トーヤをあなたのところへ送るために無茶をした。このざまよ、本当に滑稽よ。何がわかるってんだ。そやね、心のないデク人形の癖しやがって。デク人形、そのデク人形、いいように操られているのか。人間を生かすというか。おーおお、トーヤ来た。トーヤ、トーヤを放せ、クイーンオブアイス。ダメよ、チャンスはさ、ダメ。もう、トーヤには手出しはさせないわ。こうやってね。どうやって？え？何？何が起こる？おいでなさい。はい。クイーン。え、まさか融合？これでトーヤは完全に私のもの。うわぁ、トーヤが消えた。魔導器になって消えてもうた。トーヤがクイーンオブアイスに取り込まれた。あれはおそらくはカリン様がエンテイに取り込まれた時と同じ状況。せやろね。アツマ、分かってる。なんとかしてあいつに魔導器をぶち込まなきゃ。アツマ、ヤツを一度倒し再構築に入った時はチャンスだぞ。え、もしかして2連戦するとかないよな。やっつけなきゃってことね。何どうした？手加減なんて必要ない。お前は一人ぼっちゃ。俺たちより
弱い。何をわけのわからない。行くわ。来るぞ来るぞ、こりゃ来るぞ。さて、不意の場合すれば果たしてどうなることでしょうか。3回目っすよ。さっき言っとくわもん。さっき言っとくわ。これメガフェニックス、これで、これで全員やられへんかな。メガスタンプビート、それやもん。暴れろ。ほんまに任せて。ああ、そうや、そうやっていった方がよわ。このこの方法をやっていった方がよわ。メガフレアウェーブで、ここでメガブレイドで、ここでメガキュアダンスやっといて、これでハイポーショット、ハイポーショット、どうだ、これいけんじゃねえか、ふと思った。ずっとこの状態でさ、ザコが出ていてくれたら、こっちのもんやで、ね、こっちのもんやで、ね、ほんまに、うん、でもな、またこれしてくれよ。スキップフィールド、これがちょっとうざいな。それさえなければちょっとね、落ちるうちにもう一度私のターン、俺のターン、ドロー、レンちゃん、妖怪、さてさて、いけるかな、あーちょっと、おー、持ったで、ちょっと、ね、持ちましたよ、来ましたよ、これは。これレイバテンやっといた方がいいわ、こいつカリンで。役にじゃないからな。で、ここでメガキュアダンスからの、まあ、こいつはまあいいか。こいつはちょっと、これ使っといて。攻撃をやめさせたらあかんわ、はっきり言って。レイバテンにさせて。元気になって。で、これで回復。この方法はあっきりやねん。あー、けどレンチちょっとやばい。あ、いけるか。あ、どうぞ。危ない。危ないよ、危ないよ、ほんまに。メガフリアウェーブでな、これでやれちゃいから、そうか、こういう時に やったらいいんや。あの、ファイヤースクラウド、うわ、マジか。メガキュアダンスやろ。これこの時にこれやっといた方がいいわ。おっしゃい、どうだ、よっしゃ、484、元気出たぜ。直すよ。よっしゃ、花の勝利で直して。よし、花の勝利やばいやろ。
これで多分大丈夫なはず。はず。よく食らうな、アズマ。そっちやねんよな。メガフレアウェーブで。バリアアクセルしとくか。メガキュアランスで。で、こいつで。メガショット。炎よ、おっしゃ。どうや。ダメージのやついるわ。よし、絶対。いや、この方法で勝てるぞ。守りたまえ。プロジェクトサンド。あ、大丈夫大丈夫。これでこっちではだいぶマシン。はい、次行くぞ。オッケー。これいけた。いけた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 。いけたで。メガフレアウェーブ。ライガに。ファイヤースクラウド、カリンにメガキュアランスさせて、こいつでハイポットショットを打っていく。この方法が良さそうにそんな気したわ。おっしゃ、ミニキはどうした。よし、オッケー。そこ、よっしゃー、638エンチャント。どうだ。あー、またスキルフィールドしてくるけれども、オッケー、ナイス。アイスソニックか。向こうでなんかノーエフェクトってなんかなるやつが聞きました。キュアボイスね。オッケー、それはまあ予想ない。ギガゾーン来る。まずは回復優先よ。回復優先。まあこいつはこれやっとくわ。はっきり言って。ファイヤースクラウド、メガスラッシュか。ちょっと変えるか。ダメージマイナス25%取るな。なら。あ、間違えた間違えた間違えた。メガキュアランスで、こいつはハイポットショットを打っていく。そしてこっちに持っていってファイヤースクラウド回復。どうだ。よし、元気になって。よし、ナイス。元気回復。ここからせい。あ、終わった。よっしゃ、キャップ。よかった。マジでザクうざかったわ。なに、どうしたん。やった、倒したぞ。え、なに、笑ってるけど。やるわね、ボウ。けれど、あいにくとあなたが倒したのは本当の私じゃない。本当の私じゃない、どういうこと。なんだと。うわぁ、代理ケーターやるんや、もうや、もういっけな、もう。サムソンが勇気。うわ、すごっ。うわ、代理ケーターやばいやろ。ちょっと代理ケーターやばすぎないですかね、これさ。いらんわ、見せていらんわ。見せていらんわ、ほんま。あー、これ代理携帯もめんどくさー。めんどくさーって言ったらあかんねんけど。これは言ってしまうわ、はっきり言って。完全携帯のクイーンオバイス。相手にとって不足はないわね。え、でもこんなの化け物じゃんか。何ビビってるの、勇気。
なわけないじゃん。ビビってるんじゃなくて、ゴーディマントの血が騒いでるのさ。それは楽しみ。見せみな、この化け物をやっつけるぞ。やっつけなれよ、お、ま、前、あ。こんなやつだよ。これ、粉々のキチャキチャにやったね。カメラ切り替え。ちょ、マジで。いや、ちょ、見にくい、見れちゃ見にくいんやけど。あ、一番やと。めっちゃなんか見にくいんやけど、これさ、こうやるわ、もうはっきり言ってほんまに見にくいんやけど、メテオラッシュ打ちないから、前来へんからさ、あいつで、こいつでメガショットのさ、メガショット、うん、ハイポッドショットは当たる？当たらないっぽい。当たらないっぽい。ブラックショットやっとくか。ちょっとここでね、このバリアクセルちょっとやってみようかな。で、ローイングリーン。ああ、もうあれ当たるかどうかわからんからやめとくわ。メガクアミストにやっとくわ。倒れ！あ、だいぶ楽になった。よっしゃ、ブリザード。うお、結構食らう。何これ、こんなに風が近くちゃ近寄れないじゃない。確かに、どうやら奴の生み出す暴風は我らを押し戻す力があるようですな。おるから人間たちよ、私に触れられるかしら。まあ触れたろ、触れたろ。レバーテンやっとくか。で、ここでメガキワダンスやっとこう。あ、じゃあオードか。ハイポッドショット。いけるやんか。すげえ。いいね。発射レバーテン。楽そう、今回楽そう、まだ今回楽そうやね。メガスラッシュで、カリンでメガキバランスをやって、こいつでハイポッドショット、これが一番な、火の力いいと思うから元気になって。よっしゃ、オッケー。あ、第二形態めっちゃ楽。第二形態めっちゃ楽。マジで楽。ここまで私に痛みを負わすと存外にやるもので、いや、まだ第二形態めっちゃヘボンやけど、まだまだ余裕ってわけが。見てろよ、こっちでギリギリがあるんだ。すぐに待つさせてやるぞ。慌てさせたって、メガフリアウェーブで、これでメガスラッシュやろ。で、こっちで、あ、じゃあちょっと待って、ひとまずこっち側、間違えた。あれ、ちょっと待って、メガスラッシュで、これでハイポッドしよう。どう、これでメガキャンスト。お、来たー、メガキャンスト。元気出たぜ。オッケー、ナイス。フローズンワールド、え、何？フローズンワールド、え、何それ、ちょっと聞いてないよ、聞いてないよ、聞いてないよ。うわー、すごい。うわー、悪魔やばい。バカ、ただの人間が私に抗がし、抗がしうるとは。これでいいか。これでいい。一人の場合では分かんねえだろうけどな、これがみんなの力ってやつだ。我が名はクイーン・オブ・アイス、壁に最も近い存在、デビル・ゴーレムと呼ばれた存在、人間よ、ヒレフスがいいわ。てか
神、神をやって、でここでメガ やっといて、こいつにヘッドショットを差し掛けて。元気になって。よいしょ、元気出なさい。あそこもうちょい。エリザード。前回やばすぎやろ、820かよ。もういけるやろうけどな。いけるやろうけどな。あ、違う。目がさらしやろ。わかる。あ、違う。何でいつも勇気が最後になる。知らないか。そうなんだ。これで終われちゃうか。あ、行った。よっしゃ、来た。来たよ。ようやく来たよ。まったくもう。うわぁ。私の魔導機。ああ、てめえにこいつをぶち込んで燈矢を助ける。あれは、え、何、どうした。クイーン・オブ・ライス。分かった。神に最も近い人。え、何、シェイの力。いや、ハツでなんかどうにかならんの。私を滅ぼして、その右腕を使うこと。はい。決まった。どうなるよ。まあ、やっぱ馬鹿だ。何やってんのよ。さっさとその魔導機を、あいつにぶち込みなさい。わかったぜ。やっぱ誠やった。させないわよ、クイーン・オブ・アイス。何、人間風情が。やっぱ誠やった。やがれ。怖い。どうや。たく、せんは、やかせ。あ、まこだわ。やっぱり謎の男、どう、まことやったんや、やっぱ。さあ、おやりなさい、坊や。ああ、言われなくたってな。これで終わりにしてやる。なるんちゃうの。そんな気がものすごくしてくれよ。え、これ大丈夫なん。やった。ぜ、クイーン・オブ・アイ
やけど、この後なんかあれやろ。もうこれでマンモスハッピーエンドって感じじゃない？いや、バッドエンドちゃうか。トウヤ殿も救い、クイーンオブアイスも倒したのだからな。けど、まこと。そうか、イケメンさんはもう。ああ、クソ、まこと。せっかくまた会えたのに、なんでこんなことに、なんで死んじまったんだよ、まこと。いや、死んでないし。いや、死んでないし。うわ、生きとった。え？いや、死んでないし。この私がトウヤを残して死ぬわけないでしょ。ほんと、相変わらずグズでバカで単細胞ね。うるせえよ。なんですって？さっきまでの俺の活躍見てたか？お前、この俺の大活躍を見てたのかっつってんだよ、このヘラジカ野郎。大体、なんだお前のその格好、オカマのくせにイケメン気取りか。オカマのくせに。うるさい。女の子はおしとやかに、私のモットーなのよ。女の子違うやろ。女の子なのに、いろいろ大暴れしてたら、恥ずかしいじゃない。うわぁ、このまた嫌や。ひょっとして、それが正体隠してた理由？そうよ、悪い？真実はね、意外とシンプルにできてるのよ。おい、取り込み中のところ悪いが。何よって、あら、結構いい男ね。うわ、やや、なんか、ツツツ、うわーってなってるじゃん。私はそういう趣味はないぞ。私は、なるやな。いいから、何なのライガのおっさん。そうそう、何か言おうとしたわよね。ええ、推測でしかないのですが、おそらく、この城はクイーンオブアイスの力で形作られていたもの。主が滅び去った今、おそらく放っておけば崩壊してしまうでしょう。なんだ、放っておけば崩壊するだけってやばいじゃん。ってやばいじゃん。ちょっと、何か揺れてきたじゃない。もうなんかいきなりまことかしてるよ。キャー、助けて、どうや。気を失ってるじゃない。もうやや、まこと。みんな脱出するわよ。しかしどうやって。まこと、とにかくトウヤを頼む。そうね、気を失ってるもんね。崩れますぞ、カリン様。え、全員終わった。全員終わった。崩れますぞ、カリン様って言う前に逃げようぜ。ほんとそれね。いやー、それにしてもようやくや、ほんま。3戦ぐらいしてんよ。クイーンオブアイス。ザクうざくてさ。ん？で、何？さあ、そうか、俺たち落ちてきたんだ。よく生きてたな、みんなとは。はぐれちまったみたいだな。とりあえず探し。来たよ。何？何が起こる？ QOL の窓機がなくなった。じゃあもう今回はね、これぐらいでしときましょう。ではご視聴ありがとうございました。次の動画で会いましょう。ご視聴ありがとうございました。もしよければね、チャンネル登録のところを3回ポチって登録お願いいたします。Twitter の方も同じでね、3回ポチってフォローお願いいたします。僕はね、 YouTube 上でゲームタイトル54縛りというものをね、主にやっております。
詳細はね、概要欄のところにパート1を集めた再生リストの URL と Twitter の URL とともに書いてありますので見てください。ではさらば。